はい、ということで、どうも皆様、ジャーニーの森です。これ、今回はね、なんとまたね、トレートタワーディフェンスに、ね、アップデートが来たんですけど、なんかね、上にね、ちょっと隠れてるんだけど、デイリーリワードっていうやつと、あと、なんか、これだね、このプレゼントボックスみたいなやつ。ちょっとね、2個ね、1回もらったんだけど、多分編集で写してると思うんですけど、これをもらいました。他のやつはね、まだわかんないんだけど、シグマギフトとかね、結構なんかやばそうだね。なんか、キャラクターとかもらえるのかな？わかんないけど、なんかいいのがもらえそうだね。エピックギフトとか。4時間とかやんないといけないからね。結構だよ、これ。そしてショップの方には、トイレマン、DPS12 万。最近のなんかキャラ、強いけど、クールダウンが2秒とか1秒だね、なんか。どうなんでしょうか。そして皆さん、これ、なんだこれ。なんかやばいね。何こいつ。足がない。なんか、カメラマンとかそういうのじゃなくなっちゃってるよ、これ。これどこでゲットできるんだろう。はい、皆さん、なんかトレーディングプラザに来たんですけど、あ、上の、これ、ゲットできるようになったね。ゲットしていこう。お！ラッキーブーストを1個もらいました。そして、ここ、なんかあるかな？トレーディングプラザに。さっきのやつこれじゃない？このゴッドリード。なんなんだこれは。どういうキャラなんだろう。そして他に増えてるのはないかな。あ、なんだこれ。なんか増えてるね。なにこれ。DPS550 から 12277.8。 え、レジェンドで1万強くない？ 1 万のキャラでいる？え、なにこれ。え、なにこのキャラ。なこれ。カメラマン、インフューチャーカメラマン、な、何これ読めない。そして他にはないかな。もうない、なさそうだね。ないか、ないね、他には。お、なんだこれ。これなんだこれ。アクティビティクレート、これは何が出るんだ、中から。さっきのレジェンドのやつと 0.1 パーでゴッドリーが出んのか。これは、どういうクレーターなの？どこで手に入れんだ、これ。ショップにないよね。どうやって手に入れんだろう、これ。普通に、なんか、トイレシティとか行ったらゲットできるのかな？もしね、わかる人がいたらコメントお願いします。ということで皆さん、どうだったでしょうか？今回の動画はね、ちょっと短かったんですけど、またなんかね、あったら動画出すと思います。さっきみたいにね、あの、黄色いアクティビティクレート、あれとかね、多分、10連とか多分、ショート動画ですると思うので、よかったら見てください。ということでね、この動画いいと思ってくれた人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。